皆さんこんにちは、しゅりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回は初めてグレイルさんでお洋服を1万円分買ってきましたということで最近ですね、私お洋服を買うことをすごい制限って言ったらあれだけど、ちょっとねそう単純になったからあんま服を買わなくなったんですよ。で、最近やっと買うようになってきてそうですねでね、今回すごい気になってたグレイルさんでお洋服を買ってみました。でね、結構すごいグレイルさんなんかドタイプの服がいっぱいあって、お母さんのめっちゃこれもかわいいね、これもかわいいねってやってたんですけどまあグレイルはあれだよね、いやすごく安くてかわいいで有名じゃん、はい、結構ね買ってる人とか結構いっぱいいてね、そうついにデビューって感じだよね。ずっと気になっててね、ちょっと箱でちょっと動きが見えない、ちょっと手の結構やってるんだけどここでちょっと全然見えてなかった。段ボールを下ろしとく。そうですね、はい。あ、やばい、この画面久々。ちょっとごめんなさい、最近私部活で全然動画撮れてないですよ。そうなんですよ。みんな元気？最近リミばっかり出てる元気最近リミ動画ばっかり。そうだから見て、これめっちゃ焼けてない、やだ、ちょっと待って、恥ずかしいということで、まあちょっと話脱線しちゃったんですけども、お洋服をね紹介していきます。そうなんかいくらか買うと分かんないけど、なんか冊子がついてるみたいで、いくらだっけ、3000円ぐらい、もっと言ってたっけ分かんないけど、冊子もらいました。あ、これはちょっと商品名ですね。でね、見て、すごい、もうなんかぴったり入ってる感じ。結構買ったよね。結構買いました。1万円買ったんですけど、一つ福袋買っちゃって、福袋はまた違う動画で紹介したいと思うので、まあぶっちゃけ7000円8000円ぐらいですねの購入品紹介となります。まず1つ目、私も何買ったか忘れちゃったちょっと私もね、開けてからね思い出すね。1つ目はこちらです。あ、思い出した、こちらの黒のねスカートを買いました。これマーメイドスカートっていうの、今めっちゃ流行ってるじゃん。そう、めっちゃ可愛いと思って、あと安かったんですよね、シンプルに。で、ちょっと映りきれないな。マーメイドスカートを買いました。けど私さ、マーメイドスカートってさ、コクストすごいっていうじゃん。私多分自称コクストなの。あ、コクストね、コクストレートだから多分合うと思います。で、これに合わせようと思って上をね買いました。それがねこちらですよ。こちらちょっと開けてみますね。このね合わせようと思ったのがこちらの白いブラウスです。こちら胸元にねリボンがねついてるんですけど、これがもう可愛くて可愛くて、今ね結べてないんで伝わらないかもなんですけど、でね、腕がねふわってなってて可愛いです。結んでみるかちょっとわかんないよね、ごめんなさい、ちょっと結んでみます。待って、ごめんなさい、結ぶの下手すぎる、ちょっと結ぶの下手すぎて。こういうのはねお母さんのね得意分野なんですよ毎回お母さんが結んでこんな感じになります。多分可愛いです。ちょっとねシワになりそうだよねみたいな、多分袋に入ってたからだと思うんですけど、結構もうシワがついちゃってて、まあ、アイロンで伸ばせば着れるかなぐらいの。ただ洗濯するとなんかシワつくなってみたいなね生地です。次はこちらです。ピンク。そう、これね一目惚れして買ったの。そう、ニューって書いてあって、もうほんとかちょっとねワンピースだからお高めなんですけど、ちょっとね一目惚れしちゃって、まあ、ワンピースだから1枚で決まるんだよ服が。よくない？買っちゃいましたね。相変わらず好きだよねピンク。そうなの、ピンクだから英語の授業の時にね、あ、ちょっと雑談させて、英語の授業の時になんか好きな色は何ですかって聞かれたの、ペアの人に。で「I like pink and yellow」って言えないわ、黄色って言ったのイエローぐらい言えるんじゃない？滑舌が悪かった、ごめんなさい。で、そしたらね、苦笑いされた。おうみたいなもっとさ、黒田がやっとけばよかったかなと思ってちょっと後悔してるんだよね。別にいいんじゃない、いいのかな。なんかちょっとなんか反応しづらそうなイメージがあって、まあ、そのことまあちょっと壁があるからまた何とも言えないんだけどそうなんか入学してからその隣のねちょっと今ちょっとまだ壁があるかなみたいな最近打ち解けてきたかなぐらいのまあまだ3ヶ月だからね。そうですよね、まだ3ヶ月ですし、これからちょっとクラスの友達とも仲良くなっていきたいなと思っております、うん、はいはい、ということでこちらでございます。あ、かわいい子もかわいいでしょ。こういうねワンピースなんですけどスカートねでね、これここブラウスになってて後ろがねこんな感じでウエストが絞れるんですよ。かわいくないかわいくないかわいくない怖い、圧力かかってないなんかかわいくない、超かわいいよね。本当にかわいいと思っててマジかわいいみたいなでかわいいしか言ってないやだ語彙力ないんでごめんなさい。でね、色はねなんかちょっと薄い桃色みたいな感じのピンクなんですけどでなんで日本語で言ったの桃色薄いピンクって言えばよかったかで丈はね、まあこんな感じで、まあ後でね後で着てみた感じの感想とかの方がみんないいかな。次いきますね。次これがラストですね。ラストここから先はラッキーバッグみたいな感じのやつなので別動画にします。そうだって私まだ中学生だからね、そのお洋服の素材は〇〇で〇〇なんですみたいなそういう動画も出したいんだけど勉強苦手なんだよね私、暗記が苦手でさよし、じゃあラストのお洋服ですね。ラストはちょっとセットアップを買ってみました。これとこれです。なんかこのね、なんていうのジャケットみたいなジャケットにこういうね、ズボンみたいな感じのなんかベアトップみたいになるのかな。そうで、ここになんかね、こういうのがついて多分こういう感じだよね、うん、に上をこう着るみたいな感じの全身真っ黒コーデみたいな。それはあれかな、ワンピースみたいになるのかな。なるとちょっと短すぎかな。ちょっと履いてみないとわかんないけど多分いけるかな。なんかそうマネキンっていうか着てみてる人の写真があったんだけどワンピースで着てた。あ、そうなんだ。だから全然ね大丈夫かな。まあ抵抗あったら下にねなんかこうパンツかなんか履いても可愛いから、うん、ね全然可愛いと思うし、うん、ねこんな感じでねこれをね買いました。はいということでどうします、着てみますか。じゃあちょっとわからないと思うので今からね着てみたいと思います。イエーイ。これは、別動画にしたいと思います。